ごめんなさい、これさっきとりあえず書いてあって、でね、話の続きだけど、この目視でクチンについてちょっとお話ししてみると、もともとイベルメクチンっていうね、イベルメクチン、抗寄生虫薬があるんですね。獣医業界では結構昔からあって、30年ぐらい前から人用が出たんですよ、このイベルメクチンの飲み薬ですけど。で、これをね、日本でも使ってたけど、あのアフリカとか南米の人たち、寄生虫感染するんですよ、人間。カーブに住んでる人は、土用とか白馬に刺されて。で、運が悪いと、あのオンコセルカ病って目が見えなくなっちゃう人も結構いるらしいんですよ、寄生虫が目にあるって。で、そういう人たちにこのイベルメクチンを無償提供して、まあ、全ての市内から飲んでもらったの。そしたら副作用なくこのオンコセルカ病が激減した。すごいね、この薬ってことで、6年ぐらい前にこの薬を発見した先生がノーベル賞を取りました。日本人の先生です。名前はちょっと忘れちゃいました。もう一個は、コロナね、新型コロナ、今のコロナ出始めの頃って結構さ、死亡率高かったじゃないですか、ね、かかると。で、その頃からね、実を言うとこのイベルメクチンが結構効果あるんじゃないですかって言われてたんですよ。日本では普通認可されなかったから使われてないけど、インドとかヨーロッパでは結構使われてたんです。でも一応政府はね、これね、備蓄してました。私イベルメクチン買おうと思ったら買えなかったから、しばらく。まあ、そういった、で、その薬の進化した薬がボキシレクチン、あとセラメクチンとかあるんですけど、だからこの四つ指とかね、あとは小さいこの小鳥、この下にもつけてます。だから多分副作用ないと思いますけどね。で、そう、予防は月1回です。でも治療は週1で、また今度フケチェックしながらね、つけましょう。で、これはお返ししますね。それからあと四つ指さんたちはね、そんなにね、検査がしっかりできないから、あとの答えをね、体重を毎日測ってください。443で、食事は一応、まあ、まずは大福ちゃんが食べないから、ふやかしのハリネズミフードをあげてください。で、ふやかしが食べるようになったら硬いのも、食事は1日2回1回、まあ1回でもいいし、まあ、2回やれるんだったら2回やっても悪くないですよ。朝1日として10グラム前後。この、そうそうそう。そうやって、いや、まずはふやかしでいつも通りやってて、そのうち1グラムぐらいを乾燥で置いとくと、そんな感じでは食べれないかなと。だから元気はあるだろうかね。だからうんちが大体いいです。何個出てるかな。この子あんまりしないみたいだけど、おしっこも何個、これ夜から朝までがここね、朝から夜までがここ大体でいいですからね。で、あとかゆみ、特に大福ちゃんかゆい可能性があるから、そこも、それからあと、まあ、ここも気づいたこと書いてもらえるようです。で、あと環境ね、この子たちのいるところの温度湿度を、こういう、この温度計をポンと置いて、何度で何パーセントっていうのを、朝一番、朝一番が一番冷えるから、朝一番と、もし測れたら昼と夜と、これは測れる日だけでいいですから、環境をちょっと測ってください。それぞれで大福とか大福ちゃんで大福とか皆さん、でこっちが川島ちゃんでね、で今の会社の川島ちゃんが356だと。で、続いてですね、この裏に書いちゃいますね。次、食事のことで、食事はハリネズミフードが主体がいいですね、だから、まあ、最近いろんなメーカー出しますんでね。で、ドライとして 10g 前後は1日だけど、中には 15g 食べる子もいればね、 5g しか食べん子もいます。で、ふやかしもいいんだけど、さっきみたいに歯のことを考えると、ふやかし、ドライと両方食べる子にしよう。で、続いて、いろんなことのためのしつけの基本、これもできとくとデンタルケアとかいろんなことがやりやすくなります。しつけの基本はですね、フードで手から食べました。人間が時間があるときにやってほしいんですけど、ハンドフィード、少し少なく、食事じゃなくてご褒美だから、ご褒美みたいな感覚で手から食べさせてください。
手から食べたらとにかく言葉で褒めて触ったりとか、これが今日できそうですよ。最初の子はかわしね、で、はい、後の子もだんだんにならして、でこれができたら3つやってほしいことがあるんだけど、そのうちの2つだけ今話しますね。名前がついてるじゃないですか。名前を呼んだらアイコンタクト、目と目を合わせる。で目と目が合った瞬間にご褒美食べさせて褒める。だからしてほしいことができたらこれが強化になるわけなんですよね。食べさせる、これ毎日やるからですよ。週に1回じゃ忘れちゃうんで毎日やってください。次おいで、食べ物見せといていいから、おいでって来てくれたら食べさせて褒めたい。そんだけなんですけど、で3番はね、 YouTube で喋ってるから後です。見てほしいところ言います。でこれがまずできるようになってほしいんですよ。そしたらデンタルケア、でデンタルケアもさっきの2番で、おいでっつってご褒美あげて褒める。でここでいろんな処置、デンタルケアとかね、スプレーかけたりとかね、すり込んであげたりとか、でそれが終わったらまたご褒美あげて褒めてあげる。そうするとこの処置のストレスが今出ると思います。でデンタルケアの進め方は、まず前後は絶対やるとしてね、歯ブラシからペースト、歯磨きペーストを舐めさせる。歯ブラシからCET って言うんですけど、これを舐めさせる。舐め終わったらまたご褒美あげてほしい。だいたいそれを3日から1週間ぐらいやってください。でそれができたらですね、できたら今度はそれはね、これはなかなかハリネズミができないんだけど、通常の動物はマズルコントロールって言って軽く顔を持ってね、それになんだから顔持てないですよ、ハリネズミなかなか。持てる、勝手に歯が出てくるんですよ。本当です。あ、じゃあ、じゃあ、うん、やれたら絶対ね、グッと持ってないで軽くね、軽く買って軽くマズル鼻先をね、コントロールするのをマズルコントロールって言うんだけど、マズルコントロールをして、舐めさせる。まだブラッシングして、舐めさせる。で、3日から1週間ね。で、前後はご褒美褒める。そしたら、ここまでできたら初めてブラッシングしてみる。で、ブラッシングもね、とりあえず前歯だけね。前歯のこと、静止って言いますけど、1秒か2秒ぐらい。よく軽く持って、舐めさせてから前歯を軽く1、2秒撫でるようにね。で、それができたら今度、臼歯。臼歯も実は言うと前臼歯と後臼歯とあるんで、まあ、前臼歯と後臼歯、1、2秒、まあ、それぞれ、まあ、それぞれ3日から1週間ぐらい。そうこうしてると多分ですね、まあ、1だとしても1、1、1、1、1、1、うん、5秒ぐらいできますね。他の2秒できればその場合、5から10秒ぐらいできるようになってるわけですよ。だこの時間を倍にしてくる。でまずは30秒を目標に歯の表面だけ描いてください。で歯ってですね、人間と一緒でこう歯があるとですね、こう歯茎がこうあるんですね。でここに隙間がありますよ、ちっちゃい歯周ポケットと言います。ハリネズミも人間も一緒ですね、歯周ポケット。で歯周病になる子はこの歯周ポケットに悪玉菌がたまるんですよ。悪玉菌でこれが悪さして歯茎とか、それから歯の根っこに骨があって、この骨を犯すような、まあ骨を犯した後歯周炎って言うんですけども、歯肉炎、歯周炎になっていたんですね。でこの悪玉菌の性格は空気が嫌いなんです。要は天気性菌が苦手なんです。空気が嫌いだから、ここって空気あんまないとこじゃないですか。で天気性菌なんですよ。でブラシをこの歯と歯茎の間にちょっとこうやって、ブラシの先が口調でも歯周ポケットに入ってくれると、空気が送り込まれると腱気性菌、悪玉菌が弱っていく。ただね、歯周ポケットをやろうと思ったら最初はこの平べったいので鳴らさなきゃいけないけど、慣れたらちょっと二重の長さになってる歯ブラシ、人間が使うのって二重の長さになってるんですけど、ちょっと使い込んだって申し訳ないけど、二重の長さになってるんですか。そうすると長いところがこの歯周ポケットに入っていくもんですから、そういう歯ブラシを買って、薬局で買ってもらえるといいです。
の人間の赤ちゃん用というかね。で、30秒。だから歯の外側の表面と歯周ポケット。そこができたらこの歯の裏、表面と歯周ポケット。そうすると30秒じゃ終わらなくてね、1分か2分かかるんですよ。だけど、いきなりこんなことやろうと思ったら次が嫌がっちゃうから、ここまで行くのに1つきっかけだっていう。要は歯ブラシと歯磨きペースト準備したら、ね、寄ってきてくれって、じゃないと毎日これしなきゃいけないことなんでね、ぜひともやってみてください。で、このしつけのこのトレーニングも毎日しようじゃないと、毎日は思います。でもたまにだったら忘れちゃうみたいですか。だからそういうことで、だからデンタルケアも出すスプレーもね、やる前後はこれやってくださいね。とちょっと早口で喋っちゃってみて、ここまで質問あります。